さよいいですね。食事もやっぱりね、うん、高いんですよ、うん、もちろんやっぱりね、うん、高いんですけど、でもそれなりのサービスを受けられるので、うん、あの、うんうん、美味しかったです。いいですね。めちゃくちゃ美味しそうに見えるんですけど、それよりもさらにベストに選んだのがパエリアってことなんですよね。そうですね、パエリアが美味しかったです。質もたくさんだし、うん、いい塩梅にこうできてる、うん、何回もあれバルセロナに行ったりしてたから、あ、うん、そうか、そりゃそうだよね。パエリアは美味しいところは少ないんですね。あ、そうなの。あ、そうなの。放送作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはこちら、2022年私のベストフード。2022年に食べた食事の中で一番美味しかったもの、あるいはですね、もう記憶に残っている食事、それをですね、皆さんにご紹介していただきたいと思います。ひろこさん、あなたの2022年ベストフード教えてください。バルセロナにあるバルセロネータというレストランのパエリアがとても美味しかったです。パエリアですね。はい、はいはい。で、まずこのレストラン何がいいかって、うん、まあ、食事も美味しいし、うん、ロケーションがね、最高なんですよ。で、レストランのサービスもそれなりに良くて、うんうん、で、車でね、こう、入り口にピッと行くと、うん、スタッフの方が来てくれて、鍵をパッて渡して、うん、で、止めに行ってくれて、うん、で、帰りの合図をすると、もう鍵を持って、車を持ってきてくれる。素敵。へぇ、ここにいると、すごく、気分よく食事ができる。おお、出たよ。いいですね。なんかハーバーって感じだな。うわー、うん、クルーザーが見切れてるのがやらしいぐらいにおしゃれなところだな。素敵だし、食事もやっぱりね、うんうんうん、高いんですよ。もちろん、ね、やっぱりね、高いんですけど、うん、でもそれなりのサービスを受けられるので、うんうんうん、美味しかったです。いいですね。ここは昔テレビの収録があって。うんうん、今もあるのかな、おしゃれイズムっていう番組。ああ、もう今なくなりましたね。はい、昔のあれですね。上田晋也と森泉ちゃんのやつですね。はいはいはい、そう、それで、うん、森泉さんのアテンドの仕事をさせていただいて、最後の撮影がそこだったんですね。うわぁ、肉とかまた美味しそうだな、これ。お皿の一つ一つがまたセンスある感じなんですよね。うんうん、マグロかな、ツナかな。そうですね、マグロですね、これは。ねえ。うわぁ、めっちゃ美味しそうなんだけど、これ。うん、私は基本的になんかレストランで100点をあげたいと思うレストランは基本ないんですよ。うん、ないけど、ここはもうほぼ100点ですね。ひろこさんを押して100点と言わしめる。うん。そうなんだ。スタッフのサービスもすごいしっていうことなんですね。うん、日本と比べたら劣っちゃいますけども。うん。あ、そうですか。それなりにちゃんとしたサービスをしてくれるし、うん、の、ね、質も量も多く納得いく。いや、超良さそうだな。予算いくらぐらいですか？一人当たり、うん、1万円ぐらいは1万円ぐらい、まあ、そんな手が届かないとこではないですね、うん、まあ、もう食べたいものどん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 頼んで、うん、ではワインも頼んで、それで1人100ユーロちょいだったから、うん、まあ、1万3000一番ちょいぐらいですかね、うんうんうん、庶民にもギリギリ、うん、ギリギリだな、うん、そうでもこっちに住んでる人にしたらすごい高いんですよ、1万円って。うん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 、そうですね。ちょっとやっぱ贅沢なディナーだったんですけども。でですよ、今見た料理めちゃくちゃ美味しそうに見えるんですけど、
それよりもさらにベストに選んだのがパエリアってことなんですよね。そうですね。パエリアが美味しかったです。ひろこさん的なその一押しのポイントを教えていただけますか？具もたくさんだし、うん、いい塩梅にこうできてる。だからそう、冷凍のパエリアなんかを出すところもよくあるんですよ。そうなんですか。うん、サイズも大きいから、しっかり食べれて。うん、いいなぁ。いいなぁっていう、うん。ひたすらいいなぁっていう感じ。ね、あゆさんいかがでした？行きたい。行きたいですよね。近かったらいつでも来れるじゃないですか、もう夜の前は。だって、アスペさん追いかけて行けるぐらいだったら、この辺もバスで来るようなイメージじゃないですか。まあね。いや、本当ですよね。アスカさん追いかけるぐらいだったらスペインなんかすぐじゃないかって感じですね。ねえ。本当に。飛行機？まあ電車でも行けなくはないのか、ユーロスターとか使っちゃえば、まあすぐみたいな感じですかね。遠いな。飛行機で行けば2、3、2時間とかじゃないですか、うん、?2 時間半ぐらいかな。うん。そうですよね。はい。ミシェル、いかがでした？何回もあれ、バルセロナに行ったりしてたから、あ、うん、そっか、そりゃそうだよね。パエリアは美味しいところは少ないんですね。バカバカ、そうそうそう、あ、そうなの。本当に食べに行きたいんですね。あ、ミシェルもやっぱりそう感じました？思いました、びっくりしました。そうなの。いくつかね、美味しいって言われてるレストランがいくつかあるんですけども、うんうんうん、そのうちの一つが私はここだったんです。ここなんですね。あとはやっぱり自分のうちでこの大きいお鍋でみんなで作るのも、あれも美味しい、うん、いつか食べに行きたいです。はい、ぜひ見られてください。行きたいです。ひろこさん家のいっぱいあるルームの一つに泊まらせていただきます。はい、ありがとうございます。では続いてミシェル、あなたの2022年ベストフード教えてください。パンケーキ。パンケーキ、ミシェル好きだね。パンケーキしょっちゅう出てくるけど、その中のベストワンね、今回は。はい、うん、今回は本当にベストパンケーキは、うん、あれ、友達作ってくれたパンケーキでした。お、友達が作ってくれたパンケーキ。お、すごいね。なんかどっかのカフェで出てきそうな勢いのパンケーキだね。結構この友達、イギリス人の友達なんで、ロブという友達で、焼くのが大好きなんで、パンケーキとかパンとかスコーンも美味しかったんで、で作る時に結構愛情とか入れたりするし、あ、そう。ちゃんとあれプレゼンテーションも考えてますね。3回目に会って、友達の家に連れて行って、そう、作ってくれて、笑顔を見て、本当にいい思い出で、ちゃんとそう準備して、私のことを大事にするよの、うん、なんかページ。そうなんだ。友達のページ、あれ。ほう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 。すごい、そう、すべてが可愛くて。本当、うん、プロフェッショナルだね。ね、はい、うん、まあ、多分ヨーロッパの方が、料理を作れる男性は多いですよ。そうなんだ。逆に。あ、そういう意味で言うと、あいみさんの旦那さんとか作りますか？はい、うん、たまに作ってくれます。あ、そっか。まあ、なんかオムレツ作ってあげたりみたいなことはする。そうそうそう。いくつかお得意料理があって、たまに作ってくれますね。そしてひろこさんも一応聞きますか、旦那さんは料理作られるんですか？名城トポみたいな話だから、うん、男子厨房に入らずみたいな、多分作らないだろうなと思ってるけど、一応確認のためにひろこさんの旦那さん作るのかなと思って。ご想像の通り。作らないし、作りたくないし、なんで俺が作るのと、うん。そういう。ただ、ね、たまに私は仕事、週2回ね、遅い日があるから、その時は、もう、レトルトの解凍して、あげるとか、卵料理しても、なんか油がさ、いっぱい残ってるとか、もうそういうのあげてるかと思うと、子供に、ちょっと引いちゃうんだけど、でもまあね、1週間に1回だし、やってくれたんだしって思って、ちょっとね、こう感情を抑えて。感情を抑えて。彼が作る料理は美味しくないです。
かなり缶詰開けて、はい、温めて、そこに何か足してとか、そんな感じなので。わかりました、ひろこさん。もうそれ以上はいいです。はい。まあ、いろんな場面ありますね。結構私、うん、多分ラッキーだったんです。で、みんな本当に料理、うん、上手だし、で、お父さんも結構作ったりしてたから、あ、まあ、そう。そういう運命で生きてます。うんうん、まあね、むしろお母さん台湾人だからね、まあそういう意味じゃいろんな料理を覚えたっていうことだろうね。そうですね。そうだね。面白いね。あと、はい、アニス、アニスでアニスっていうのが入ってんの？そうですね。昔のパンケーキが甘いものじゃなかったんですけれども、ピーススタイルの。パンケーキは、あれ、しょっぱいの料理だったんですけれども。あ、まあ、そうなんだ。いろんなスパイスを入れたりするんですが、まあ、今回は、アニス、うん、入れようとして、いい匂いしてたんですね。そういうのがあるのね。あゆみさんとかご存知ですか？アニスはあれですね、八角？八角のことをアニスって言うんですか？なるほど。飾りで使う人もいます。プレゼントの中に、あ、袋の中に入れて、で出てくるんで、おしゃれだね、また、うん。日本になんか100均で買ったんですけれども、それはまあ、料理のためじゃないけど、まあ、飾り、プレゼントとか飾るように。なるほど。はい、こじゃれてるなぁ。いや、そのね、昔、秋元康さんって皆さんご存知だと思うんですけど、はいはい、手土産持ってくときに、なんかそういう匂いのついたものを中に入れてとか、で、この匂いがなくなる前に召し上がってくださいみたいなメッセージ添えて送るんですよ、の、見たの、エピソード聞いたとき、やらしいテクニック持ってんな、秋元康はって思いながら、でも、ちょっとね、プレゼントそのまま渡すんじゃなくて、なんか季節のものを添えたり、ちょっとそういうね、香り付けみたいなのやるのが、やらしいテクニックだな、秋元さんは、とか思いながら俺は思ってたんだけど。いや、そのミシェルの話を聞いてちょっと思い出して、あ、そういうね、ちょっとなんかプレゼントの、うん、添え物じゃないけど、ちょっとね、香り付けのものを使うっていうのは、いいテクだな、と思いました。はい。ありがとうございます。では、続いて、あゆみさん、あなたの2022年ベストフード教えてください。日本滞在最後の夜の、最後の晩、うんうん、天然のあゆの塩焼きと、皮ガニ。皮ガニっていうのがあるんですね。うん。皮ガニって、あの、もずくガニって呼ばれてたりもするんですけど、上海ガニも、あの、同じですね。これ、そんなに大きくないんですか、これは。うん。これぐらい。あ、ほうほうほう。あ、ちっちゃいね。一人で3つ4つとか食べるような勢いなのかな、これ。私は3つ食べました。これね、このちっちゃい体にね、こうギュッと凝縮されてるんですよ、こう、甘みがギュッと。そうなんですか。うん、うまそう、でも。なかなかどこにでもいつでも売ってるものではなくて、うんうん、秋から冬にかけてね、うんうん、あるんですけど、うんうん、あの、どこでもスーパーとかでも売ってるものじゃないので、うん、今回帰ったら食べたいなと思ってたんですけど、うん、結局最後の日まで見つからず、で、最後の日に、うん、あの、まあ、父の世代、もう父亡くなってるんですけど、父の世代からずっと、あの、よく、行ってたお料理屋さんに行った時に出してくれたと。そうなんだ。あゆもまた美味しそうですね、これ。あゆはね、大将が自ら釣られたあゆでね。おおおおおお。いいですね。カニはどうやって食べる？そのままむしゃむしゃ食べるんですか？もうこのままむしゃむしゃいきますね。もう何も。酢醤油的なのじゃないですか？つけないですね。私は。我が家。もうそのまま。カニ本来の味を楽しむみたいな感じなんですね。実家が栃木なんだけども、栃木の下の方なんだけど、うん、近くに川があって、そこで毎年その時期になると、やな組み立てて、そこに鮎が入ってくるっていう。はい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 、はい。天然の鮎が、こう、はい、ボンドボンド入ってきて、うん、それで焼いてくれるんですよ。美味しい。ああ、これは最高ですね。いや、僕ね、前、どっかな、岐阜かどっかに行った時に、やっぱそういうのがあって、でも、その時は、天然っていうよりも、養殖の鮎を一回放流し、上流から放流して、さあやりますよって、
それを子供たちが捕まえるみたいな。天然じゃないんだよね、完全に。イベント、ある種イベントみたいな感じでしたけどね。まあ天然、どうなんだろうな。天然美味しいんだろうな。しょうこちゃんに聞かないと分かんないかもしれないけど。あゆさん、天然の方がちっちゃいっつってたんでしたっけ？そうですね。養殖の方がなんか丸々してって。言ってましたよね、なので横から見るとね、頭のこう上のところに油がぽってり乗ってるんですよね、養殖は。こう変な油が。でも、アイさん的には天然がいいぞっていうことですよね。はい。それはちょっと勉強したの今思い出しました。はい。いや、やっぱ思い出話いいですね。うん、いろいろ人はストーリー持ってるなと思います。皆さんも今年、美味しい食味わってください。はい。ということで、ね、今日はこの辺で皆さんさよなら。バイバーイ、またねー。バイバーイ。